じゃあ行きましょうか。はい。じゃあこっちでいいですか。はい、おはようございます。顔見せてもいいですか。大丈夫です。はい、今二人でですね、朝の散歩をしています。見えてない。見えてない。あゆさん、簡単に紹介、自己紹介します。おはようございます。聞こえておりますか。ずいぶんみんな早起きですね。寝てない人もいるんですよね。あ、僕も寝てない。あ、ね、寝てないの。うん、まあ5分寝たから大丈夫。申し訳ないですね、この放送のために本当は、起きれないから起きててくれたんですか。いや、だから5分、僕はいつも5分しか寝ない。あ、いつも5分しか寝ないの。いつ毎日5分しか寝ないの。で、昼寝は？昼寝もしないの？まあ、基本ずっとぼんやりしてるようなもんだから、ね。そうですか。早い。ちょっと、やっぱり年齢の違いがあるじゃないですかね。僕、下駄履いてるから、下駄楽なの。見せてもいい？楽、すっごい楽なの。坂ってね、やっぱ下駄は最高。へえ。もうこのの履き潰し始めてる。すごいな。楽。私は一応下駄って言えば下駄だけど、ね。いや、全然違う。違う。それは好き。こっち曲がってもいいですか。はい、あ、朝はいいですね。まだそんな暑くなくてね。これは昼間だとかなり暑くなりそうですね。息切れする。毎日お散歩配信した方がいいかもしれないよ。毎日やる。いや、ここで今のところで息切れって。いや、ここはね、心臓破りの坂って言われてるんですよ。いや、全然。あ、ここいいですね、野原ね。だから多分下駄に来るといいと思う。ちょっとここに寄ってってもいいですか。はい。ここにちょっと空き地がありましてね。ちょっと景色が良さそうな。長めに。ね、ちょっと入ってみましょう。もうぐるぐる回ってるから、うん。ああ、ここはちょっといいですね。景色がいいですね、景色もね。ちょっと皆さん、景色を。あ、落ちました。あんま前行くと落ちますよ。景色皆さん見せてありますね。あ、高いところって気持ちがいいですよね。うん、東京は何？日の出が早い。日の出が早い。日の出が早い。朝は早いんだな。夜は、夜も、ね、早い。地元の名前言ってもいいんですか？うん、福岡に比べて東京の方が日の出が早い。へぇー。そうなるんだ。はい。とても気持ちがいいですね。例えばこう野原もこう植物、福岡と違いますか。まあ、たまに違うのがあるなっていうぐらい。これは昼顔でしたっけ。昼顔、ちょっと昼顔、ちょっとこう花配信が多いですよ。花、花がね、花をちょっと
これ昼顔でしょ。バッタがいる。バッタがいました。うん、あ、バッタ？どこに？あ、たくさんいるね。むしろこんな小さなバッタが。赤ちゃんバッタ。赤ちゃんバッタばっかりですよ。赤ちゃんバッタ。こうやってこう。赤ちゃんバッタ。ね。はい。じゃあ行きましょうか。はい、ああ。実はね、この家はね、私の実家なんですよ。今はね、貸しちゃってるんだけど、ちょっと名字を積まない程度にちょっと。ここね、私の実家をお見せしますね。これ私の実家ですね。花が咲いてますね。何の花かな。ボケ、ボケの花だね。ボケじゃない。うん、あ、アジサイ綺麗ですね。あ、綺麗ですよ。アジサイも皆さんちょっと。アジサイ綺麗ですよ。これは何の花かわからない。こういう綺麗なアジサイ。それからこれ、これもいろいろ花がありますね。ちょっと花、花の名前をちょっと言えませんけども、わかんないんだけど、これは赤いカーネーション。これは何だか、何だったかな。こういう。はい。結構ね、東北県はあの、緑が多くないですか。うん、多いですね。町田がものすごく多いんだな。町田には緑が多い。うん、緑多い、ね。うん、あの線路のそばに百合の花が咲いてて、うん、あ、百合の花咲いてて、オレンジ色の。あ、そうですか。うん、あら、こんなところにと思って。しょっちゅう歩く線路といい。あ、線路です。口いいですか。はい、私僕あね、でも外橋今まで何かしたことあるんですよ。ないです。あんまないですか。録画のみか。あ、録画ばっかばっかり。じゃ初めて。ずっとやりたかった。あ、そうですか。ただあれがないからね。ノーピーシーがないから。あ、そう。サイト自体はあるけど、うん、あのこうやってそのディスクトップはあるんですけどね。バッテリーディスク。バッテリー取って、ディスクトップを。いや、ちょっと無理でしょうね。いや、これだってね、あの、重いですよ。これこんな風にやってずっとやるんですけどね。だから本当はね、もうちょっとちっちゃいのもあるんですよ。でも、あの、ちっちゃいと性能悪いじゃないですか、どっちかというと。なんか、このくらいになって、うん、もう配信できるみたいな。あ、そういうのもあるの？なんか、パソコン？じゃなくて。あれ、なんだろうな。まあ、あの、ノート、あ、じゃなくて、iPad とかね、うん、iPhone でも一応できるじゃないですか。うん、だけど、ちょっと、あれかな、カクカクなっちゃうのかな、うん。やっぱり、あの、NLE とかね、あの、使えた方が、綺麗な配信ができるんじゃないかと思いますね。皆さんごめんなさいね、コメントほとんど読めないんですね。
すいません、本当はコメントを読みたいんですけども。ああ、もうあれだよ、だから、そうなんだ、どっかで、早く、じゃあ、読める場所に。あ、読める場所じゃなくて。木の、木陰っていうのがベストなんで。ベンチがね、ところどころあるはずなので、ちょっと休んでいきたいと思います。どこかに向かうわけじゃなくて、こうやってずーっと歩き続けるって感じ。じゃなくてね、ところどころで休む。ところどころで休みながら、やっぱり結局歩くって話。そうそう、いや、あまり歩かないって。あまり歩かないんですけど、ね。歩かないけど、うん。いや、ほら、電波が安定しないだろうなって。今んとこね、大丈夫。今んとこ大丈夫ですよ。今んとこ大丈夫。うん、いつもより鮮明だわ。あ、いつもより鮮明？ああ、そうですね。あよさんは私の放送は時々見てくれてるんですか？最近はもうずっとだから忙しくて見に来れてない。最近は見れない。どうですか？あの、放送見始めてもうだいぶ経つんですか？1年とか2年とか。もう結構前から。だから初め、よしちゃんが初めて1年くらいしてからじゃないですか。あ、じゃあ結構前からね。うん、どうですか、その、連動配信に対して、はい、神がいるかなと思います？いや、だから、創造主ってのはもちろんいるだろうけど、でもそれがなんか、なんかの形を取ってるわけでもないだろうし、うん、そう。人間はだから信じる信じないの話じゃなくて、知ってるか知ってないかだけの話だから。知ってるか知ってないか。うん、まあ、人間は進化してできたと思いますか？神によって作られたと思いますか？だから、だから創造主って言えばそういうことになるんだろうけど、うん、でもなんか、まあ、ちょっとなんか違う偶然の産物って、ゴミっちゃゴミって。昨日あるサイト見たらね、はい、箱の中に、時計ね、その機械時計を分解して、箱の中に入れて、はい、ガチャガチャガチャって振ってね、はい、ずっと振り続けて、はい、また元の時計に戻るっていうぐらいの確率だそうですよ。要するに、遺伝子塩基の塩基が最低でも、なんていうか、15万ぐらいなのかな。なんかとにかく、すごい情報が入ってる遺伝子。まあ、でもそういうのは手品で戻せる人もいる。手品はまた話は別だと思うんだけど。いや、だってそういうイメージしちゃう。そういうイメージしちゃうじゃん。だってバラバラになった時計の箱振って元に戻すっていうのは、そういう手品やるやつっていっぱいいるじゃん。手品っていうのは結局もともとね、分解されてない時計を出すだけの話だから、それはまあ。いや、それ戻すやつもいるじゃん。いるの？手品で。上手に。戻したように見せかけるだけでしょ。だからそれをみんな手品だとかって、種があるだろうで、結局種がなくて、本当にそういう能力者だったなんてのもいるし。あ、超能力でってこと、超能力はね、クリスチャンはね、信じないんですよね。神の力は信じますよ。神の力は信じるけど、まあ、なんていうかな。超能力は信じないみたいな、うん、スペック見てくださいよ、めちゃめちゃ面白いですから。スペック、うん、スペックって何ですか？ドラマ。あ、知らないな、本当、うん、超能力のドラマ、うん、あのね、私たちはね、その超能力もオカルトのうちなんですよ。だからね、分かってない。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 安全なの。私はね、今から40年前かね、43年ぐらい前に、大学で超能力研究会入ってて、NSP だったっけ、そうなんだ。NSP じゃないや、なんとかカードってのがあったじゃないですか。ESP カードとかね、あと UFO とかね、はい、そういうのやってたんだ、研究したんですよ。研究してたのに。うん、だけど、結局それはなかったことに。それは結局、悪霊の惑わしってことが気がついたわけね。いつ？その時？いや、その時じゃなくて、クリスチャンになってから。だから、その時なんで気がつかなかったの？その時はまだクリスチャンじゃないから、それはあると思って、超能力がね、こう座りましょうか。あ、まあいいでしょう。こっちで座りましょう。
しい。はい、ちょっとベンチが、動いてないかな。ここはどうでしょう。あ、弱い。弱い。めっちゃ弱い。じゃあずっと今まで来たのはダメだったの？そういうことになるんじゃないの？配信できてないじゃない？配信できてないってこと？本当に二人でお散歩しただけ。配信。ちょっと配信。動き回るといけない。動き回っちゃう。これワイマックスじゃないし今。今ワイマックスじゃないの？うん。ワイマックスじゃないの。WX になってる。X。あ。WX って何の略？よくわかんないんだけど。WX ああよくわかんないけど、まだ慣れてない。 YMAX ってことかな、うん、その2+ に戻せないの？戻せないというか、自動的に切り替わる。自動的に変わっちゃう、うん、よくわかんない。だから、その電波の強いところに行かないと、うん、今2個だ。変換できないね。まあ、あるのかもしれないけど。どういうことわかんない。むちになる。だから、事実知れば、まあ、基本大丈夫。それは YMAX だから、2プラスに戻せないかな。だから、戻すためには、ある程度、どうしなきゃいけないのかわかんないけど。今も戻せない？うん。今も触ったこともない。はい、ごめんなさい。ちょっとですね。回線が悪くて申し訳ありません。もったいないよね。もったいない時間だよね。はい、申し訳ありませんね、回線がちょっと悪くてですね、はい、今一応流れてるみたいですよ、うん、はい、ちょっと話ができますね。そうですね、うん、まあじゃあその超能力の話は置いといてですね、はい、次の話ですね、はい、イエス様のことをどう思いますか？ああ、こんにちは。はい、おはよう。イエス様のことはどう思いますか？どう思うっていうか、だから、なんだろう、残念なの。ん？残念。残念な人。残念だと思う。その十字架にかかって残念って。本人も残念だと思ってる。いやいや、そんなことは言ってないんだけど。DC が伝わってない。意思が伝わってない。こうしようと思って、こうありたいと思って、それが何年も経って、もう、結局、なされてないっていうのは、残念だと思う。ああ、そういうこと。がっかりしてると思うよ。確かにね、その多くの人はイエス・キリストを信じないという意味では、おはようございます。多くの人はイエス・キリストを信じないという意味では、がっかりしていると思いますね。そう、もう、僕はそういう意味で言ったんじゃないですか。別の意味ですよね。うんうん、だからイエス・キリストが、うん、その言ったことが全然全く伝わってないから、うん、まあ、がっかりしてるだろう。うん、だから残念ない。まあ、言っただけで終わった人だな。でもね、私たちからすると、自身も信じない人がたくさんいることはがっかりだけども、信じてる人もいるんですよね。だから、日本人はクリスチャン少ないんだけど。存在そのものは、うん、みんな知ってるわけじゃん。うん、だからそれを信じる、信じないじゃなくて、イエス様を信じるとかっていう言い方をするけど、うんうんうん、もうそういうやつがいたっていうことぐらいは、うん、普通にみんなわかるわけで、でもその意図が伝わらなかった、うん、結局のところ、うん、理想の世界っていうのは、うん、未だに作られてないっていうのはがっかりしてると思う。だからそういう意味でまあ残念な人だな。全体的にはね、理想の世界は作られてないけども、うん、だけど今世界で一番信じられてる宗教はキリスト教だし、その人類に一番影響を与えた人物もイエス・キリストだから、まあ、決して、いや、あれはね、誤解なんですよ、誤解。うん、キリスト教が、ね、戦争しろとかそういう教えないからね、まあ、むしろ敵を愛せとか、うん、ね、その何でしたっけ、敵、迫害する者に手向かってはいけないとかいう、そういう命令があるから、うん、
だからそのイエス様の教えで戦争するってことはないんだけども、うん、そのキリスト教国を支配している例えば大統領とかね、うん、その政治家がその政治的な理由でね、うん、政治的な信仰的な理由じゃなくて、うん、政治的な理由で戦争するってことはもちろんあるわけですよ、ね、うん、だから失敗しちゃったんだなって、やり方を間違えたんだなっていうのはすごくよくわかる、うん、まあ、その特にあの十字軍とかね、魔女狩りみたいに、うん、またあのガリレオのね、うん、そのガリレオを排斥したというのは、うん、確かに教会が間違えた事実ではあるんだけども、うん、まあ、それは教会がやっぱりあの時代によってね、いや教会の話じゃなくて、うん、キリスト自体が間違えたんだからこそ、うん、そういう間違いがミスが起こるわけで、何かの やり方を間違えちゃってる、一つか二つぐらいだと思うけど、失敗してるんだよ。あの私たちはね、うん、そのイエス・キリストは人間でもあるけども、うん、神でもあるっていうのを信じるわけ、うん、だから完全性が本当は保たれてないといけないのに、二、うん、つぐらいなんか抜けてるんで、あ、ダメな、うん、残念なんだけど、あのもしね、うん、神様が不完全だったらもう神じゃなくなっちゃうわけね、うん、だから失敗したならばもう神じゃないわけ、うん、だけどだからまあ地獄に落ちちゃったっていう話、いや地獄じゃ、イエス来たら地獄に落ちたね、この話はしない方がいい、そうそうそう、で、うん、でも地獄に落ちたのはまあだけどそれはね、あの結局あのその神様が評価する人間が神より上ってことはないわけね、うん、で聖書によると人間は罪人で、人間は罪人で神によって作られたんだけども、もちろんあの神に勝てるわけないわけね、能力においても理解においても知識においても神以下なわけだから、例えば幼稚園の子がね、あの大学生のそのテストとか問題をね、その理解できないように、人間が神様のを評価できないわけです。それは人間の方が低いからね。だからキリストが罪人だったわけでしょ、うん、人間だったわけだから、いやいや、そこは違うんです。そこはね、あの前提が神としてもいきなり来たって話、あのね、キリストの定義がね、はい、私たちの定義は、はい、あのイエス・キリストだけが罪がない方、人間はみんな罪人なんだけど、なんでそれはね、あのもしあのイエス・キリストに罪があったらば、はい、人間の罪を贖うって言って、うん、あの身代わりになれないということね、うん、でも結局それはジャッジするのは あれでしょ、神でしょ、あのイエス・キリストはその人間でもあるけど神だっていうのがキリスト教なんですよ、うん、あの三位一体っていうのがありましてね、父子、うん、精霊が一人の神っていう考え方で、うん、その神様が、まあ、分かりやすく言うと神様が人間になってきてくれた方がイエス・キリストって考えるんですね、うん、そうすると分かりやすいんだけど、うん、神様罪っていうのは神様に対する罪だからね。だから、うん、あの例えば日本の法律があって、うん、日本の法律は不完全だけど、そう、不完全かもしれないけど日本の法律に違反することが罪じゃないですか、うん、でしょ、うん、だから日本の法律に合ってれば法的には罪じゃないわけ、法的にはね、うん、でも法律が間違ってるってことはもちろんあるんですよ、うん、だけど神様の場合も神のせいで、いや、絶対間違いないの？そうそう、いや間違えてるからこそ今のぐちゃぐちゃな状況があるわけ。いやいやいや、それはね、あの説明があってね、うん、まあ、ちょっと聞いてください、うん、結局神様に対して、うん、あの違反することが一応罪というのが私たちの定義なんですね、うんうん、犯罪が法律に対して違反して罪だというように、うん、神様に対して違反することが罪なのね、うんうん、でもその神様にもし罪があったら自己矛盾になっちゃうわけ、自己矛盾ね、うん、あのそして私たちは神様は完全だというふうに信じるわけね、うんうん、だからイエス・キリストが神が人間になって姿ならば当然罪がないわけ、神ご自身だからね、うん、まあそれは、うん、それはまあなんとなくは分かったけど、うん、そしてうん、俺でも間違い、要は神が間違えないっていう理由がよく分からない、そうですね、だって実際に間違ってるからこそ僕らは大変な目に遭ってるわけで、あのね、そこがね、説明はね、こういうふうに説明するわけ、うん、結局あの例えば
万引きしたりね、うん、強盗したら、うん、その人はいろんな問題になるじゃないですか。逃げたりとか、そ捕まったりとか、人間の法律 で、うん、つまりその人間がいろいろトラブルが起きるのは、うん、神様のせいじゃなくて人間の罪だというふうに考える。例えば日本の法律がね、悪いことしろとは、いや、もちろん人のせいにはしないで、自分のもちろん自分自身が悪いんですよ、そういう悪いことしてるのは、うん、そうもちろん、うん、で結局法律が悪いことしろというのはあまり普通はないじゃないですか。法律は悪いことをしなさいってね、悪いことしちゃいけないっていうのが、だから初めから完璧なものを神様が作ってさえいればなんてことのない話であって、うん、なぜそれをやらなかったかっていうのは、そこはやっぱ間抜けだなとは思うよ。あのね、うん、神様は、うん、その罪人を作ったわけじゃないんですよ、うん、神様は罪のないアダムを作ったんですね、うん、でその横やりをやったのが悪魔だっていう話をするけれども、悪魔側の僕らからすれば何を言ってんだと思うけど、悪魔側の僕、悪魔側の僕で僕ですか、うん、結局ね、神様はその悪いものを作ったんじゃなくて良いものを作ったんだけど、うん、ただロボットを作ったんじゃないので、うん、ロボットを作ったら完璧にそこに問題がなかったわけ、うん、ところが神様っていうのは、うん、いや、もともと完璧なものを作って僕らがその横やりをやったから、うん、ダメだっていう話になろうけど、うん、じゃあ跳ねのけろよって話で、うん、僕らが邪魔をする余地自体を作らなければいいだけの話だから、やっぱりってことは初めからどこかに穴があったっていう、あのね、うん、その跳ねのける跳ねのけ方が人間の考える跳ねのけ方じゃなくて、うん、神様の跳ねのけ方があるんですよ、うん、でも結局のところ跳ねのけられなかったから、いやいや、そうじゃなくてね、こんなことになる、いやいやいや、あのね、その跳ねのけ方が十字架なんですよ、うん、で十字架っていうのは普通の人が見たら単なる死刑なわけね、うん、だからなんでね、神様失敗じゃないかと。だからアダムとエヴァは結局のところ十字を持たなかったっていう話。十字？うん。十字架を、十字架を持たなかったっていう話。ああ。だから持たせておけばなんてことのない話じゃんって。だからそこに穴があるんじゃないかなと、うん。つまり十字架が中途半端だって。うん、その十字架っていうのはね、うん、その肉的な目で見れば失敗なわけね、うん、ただ死刑になっちゃったって、うんうん、だけど実際歴史を見ると、うん、この2000年間、うん、その十字架のゆえに、うん、たくさんのクリスチャンが出てきたわけ、うん、でそれは、ね、もしあれが失敗だったらキリスト教もないしね、うん、そのキリスト教の影響もないはずだけど、うん、この人類の歴史を見たらね、うん、このキリスト教の歴史がたくさんあるわけ、例えば教育、医療、だから救おうとしないといけないってことは、うん、もうその段階で失敗してるわけだから、うん、最終服でしょ、言ってみれば最終服、リカバリー、例えばクリスチャンじゃない人がね、うん、私伝道してるじゃないですか、うん、そう、明石タイムまだ始まるので明石タイムでね、そのクリスチャンじゃない前は、うん、もうすごく人を憎んだり、うん、自暴自棄になったり、アル中になったりして苦しんでる人がね、うん、そのイエス様を知って、信じて、うん、そういう憎むことをやめたりとか、うんうん、アル中をやめたりとか、うん、そういう人もいるわけね、うんうん。そうすると、それは何なのかというと、うん、それは十字架の力なんですよ。うん、十字架のおかげっていうか。うんうん、で実際にそういう、意味がね、十字架の意味がこう見えるわけです、うんうん、私もそうですよ、うん、だからそれはもちろん認めるって、うん、それを認めた上でなぜアダムとエヴァに十字を持たせなかったのかっていうのは、そこはかなりの突っ込みどころだと思うけどね、うんうん、どう思います、持ってたらどうなったっていう、その想像十字っていうのは十字架のことだからね、うん、それイエス・キリストがクリスマスの時にこの地上に来て、うん、実際に十字架にかかって効力があるから、うん、だから後で作られたものですよ。そうそう、それをだから。一般的にそれをなんで作り出しておけなかったのか。作っておいて渡しておけばいいだけの話です。
まあそのアダムとエヴァがその罪を犯さないようなことももちろん神様はできたんだけど、うん、なぜしなかったのか。それはね、だから多分あの目離して、確か目を離した隙にでしょ。あのね、そのさっきも言ったようにロボットを作っちゃえばね、うん、あのちゃんと神様が罪を犯さないように。じゃあアダムとエヴァのあの状態、うん、から僕らが、うん、接触したっていうことは、うん、もう予測済みだったっ。もちろん、もちろん予測してる、うん、神様が、あの、その自由意志を与えてね。じゃあ僕らの意志っていうのはどこに発生してる。で、私たちね、私たちもアダムとエヴァと同じように、うん、自由意志があってね、うん、イエス・キリストを選ぶことも選ばないことも意志があるわけ、うん、要はだから僕らを選んでくださいっていう話をするわけだから、だからこそアダムとエヴァに、うんね、だからアダムとエヴァもね、うん、そのあなた方はこれは食べちゃいけないけど、うん、他の木から食べていいよと自由意志を与えたわけね、うん、でそのアダムとエヴァもいけないものをそこに置いてるのもおかしい、うん、それ理由があるんですよ、理由は、うん、どうして。あのね、結局神様は、うん、あのロボットを作りたくなかったので、うん、その信仰によって逆ですよ。だから僕らが、うん、あの彼らを見て、うん、ロボット、このままじゃロボット化してしまうじゃんって、うん、神様の、あの使いで終わってしまう、それはちょっとかわいそうだから、これちょっと食べてみて、神様にちょっと近づいたら、自分たちがやってる、されてることがどういうことなのかが分かるからっていう、そういう理由で、止めさせてるわけで、うんうん、そこら辺は、やっぱね、その始まりの部分から、お互いにやっぱり、食い違ってるんだなって思う。うん。今はもう、多分永遠にこのままなのだったら、まあ僕らの勝ちっていうことになる。勝ち。永遠にこのままなんだったら。そのね、十字架っていうのはね、うん、結局、その、イエス様が悪魔に勝ったというシンボルなんですよ。なぜ悪魔に勝ったかというと、その悪魔っていうのは、その神、イエスを。初めに勝ってしまえば、もうあとはもう、あの、遠吠えにしか聞こえませんけどね。アダムとエヴァが罪を犯した途端に、うん、この地球は悪魔のものになっちゃったんですよ。そうです、ね、悪魔のものになっちゃったんだけど、うん、そのイエス様が、イエス様が取り返しに来たんですよ。うん、いや、悪魔からね、この地球をね、うん、人類を、うんで。そのやり方が十字架なんですね。で、結局、地獄にも来て、ああじゃこうじゃ言って、鬱陶しいから、じゃあもう一回地上に戻そうっていう話になって、今、僕の中にいるのが悪魔とキリスト。え、キリストもいるの？だからその話、この間2人。あ、じゃあそれちょっと今、それ話混乱するからちょっと言わないでくださいね。で、まあ、とにかくですね、どこまで話したかな。あ、とにかく自由意志があってね。うん、そのアダムとエヴァも、うん、その食べる食べないっていう自由意志があって、うん、で食べなかったら神の言うことを聞いたことになるし、うん、食べたら悪魔の言うことを聞くことになっちゃうわけね、うんうん、でそれと同じように今の生きてる全ての人間も、うん、イエス・キリストを信じるか信じないかという選択があるわけ、うん、自由意志があって、うん、そしてイエス・キリストを信じるってことは神の言うことを聞くことになるし、うん、イエス・キリストを信じないってことは悪魔の言うことを聞くことになっちゃうわけ、うん、だから全ての人間は、まあ、キリストはそう言ったけれども、うん、結局自分の、まあ、間違いはね、正さないといけないんで、もう一回また戻ってこざるを得なくなっちゃったっていう話なんだけど、まあ、私たちはね、うん、そのアダムとエヴァと同じように全ての人が自由意志で、うんうん、選ぶことができると、うん、神を選ぶことができると。僕もものすごい自由って大好きだから、うん、だからその、縛られるの大嫌いだから、ね、神様は人間をロボットのように扱わないでね、うん、自由意志を与えて、うん、その信じるか信じないかあなたの自由ですと、うんうん、だけどその責任は取んなきゃいけないよということでね、そのつまり悪いことをしたら悪いことの責任があるじゃないですか。いけない責任は神側にあって、うん、そこは、うん、まあまあ、でも結局これは議論になってしまうから、どうもこうもならんけど、うん、例えばね、そのあなた方は街を歩いていいよと、うんね、でもそこで万引きしたりね、うん、なんかこう、犯罪したら捕まえるよ、でも、悪いことしなかったら自由に歩いていいよっていうのと同じでね、うん、私たちも、神様に従って歩むならば、
神様に自由が保障されるけれども、もし悪いことしたらば、もうそこでいろんな制限があるわけね。で、どこまで十字架が勝利っていう話なんだけど、なぜ十字架が勝利かっていうのが、これがキリスト教なんだけども、イエス様が血を流したのね。血を、十字架で血を流して。その血が、まあ、力があるという、それは実際の物理的な血じゃなくてね、霊的なことなんだけども、そのイエス・キリストを信じる者がイエス様の血を受けるわけね。そうすると私たちの心が汚染されていた、その悪魔に汚染されていたものが清くなって、罪が清くなって、そして、その人間が変わっちゃうわけ。邪悪な考えを持ってる人間が善良な考えを持つようになったり、じゃあ戦争はあっという間になくなるはずじゃん。信じたのね、信じたのね。信じてないから、そう、信じてないから変わらない。戦争はこのまま、そう、信じてない人はいつまで経っても変わらない。じゃあその人たちの数は減る、増える、ああ、悪い人たちが増えるか、これから増える、減る。まあ、人口増加っていうことで言えば増えるのかもしれないけども、どんどん今人口増えてるじゃないですか、世界的にはね。だからそういう意味では悪い人がどんどん増えるけれども、クリスチャンも増えてるっていうのが今現実なのね。まあ言ってみればパーセンテージはほとんど変わらない状態でずっと続くって話。でもパーセンテージはできるだけどんどん、なんだろう、神側の人間は増えていってもらわないと困るでしょうよ。ずーっとトラブル続きで永遠にこのままで。あとね、再臨っていうのがありましてね、あとまあちょっとはっきりいつかわかんないんだけども、いや、もう再臨してる、ね、いや、まだ再臨はしてないんだけどね、あとまあ20年か30年か40年かはちょっとわからないんですけども、まあ再臨があって、で、それは見れるの、キューちゃん全員、もう地球上の人が、キューちゃんは見れるの、それに間に合うの、ああ、死んじゃうんじゃないかってね、なんとか長生きしようと思って散歩をしてですね、ちょっと健康管理をしてね。だからちょくちょく歩かないと、今ちょっと歩いただけですごく息切れてるから、そうそう、行きましょうか。なんとか再臨を見たいと思ってるんですよ。で、もう降りて、ゆっくり行きましょう。なんとか、イエス様の再臨を見たいんですね。ちょっとここも景色がいいので、ちょっとここも映しますね。あ、ちょっと車来ました。ここはですね、すごく景色がいいので、ちょっと皆さん、ここはですね、非常に景色がいいというか、いかがでしょうか。これすごい急坂なんですね。急坂で、じゃあこれからちょっと下の方に降りてきます、はい、ちょっとサツキかツツジかわかんないけど、ちょっと花が残ってる。これ、まあサツキでしょうかね。綺麗な絵じゃないかなと思うんです。涼しくていいですね、朝はね。このぐらいの最高の季節じゃないですか。いや、これからどんどん、これから暑くなる。まだ、ちょっと寒い。まだ寒い。あ、今日は
本当にありがとうございました。もう、ね、なんとか成功じゃないですか。え、成功かな。途中ちょっとね途切れちゃったと思うんですけど申し訳なかったです。電波やっぱりいろいろチェックしながらね、うん、その方がいいと思う。そうですね。あとはやっぱり歩き回る人はどっかに座ってで、まあ、そこでスタートってやって、うんうん、それで、そうだな、うん、ただちょこっと歩くぐらいか。そうですね。電波はあ、ここにちょっと面白いものがあったのでね、この小鳥の巣を売ってる家がですね、小鳥の巣700円というそういう家がありますね。で誰かを住みましたか。ヘビ。あ、ヘビ。あ、皆さんヘビ、ヘビ、ヘビ。ヘビ見えますか、ヘビ。あら、行っちゃった。あれはちっちゃいヘビだから、ね、毒ヘビじゃなさそうですね。いや。シマヘビ。シマヘビ。あ、福岡にもシマヘビいます。本当。これ珍しいですよ、私。以前はね、ヘビを見ましたけどね、うん、最近ヘビ全然見てないです。うん、どうぞ。はい、ただいま。ああ、帰ってきました。はい、ありがとうございました。サイダー飲みますか。いや、もういらない。あ、ちょっと、はい、はい、あと何分、あと7分ですね。あ、よかったですね。ちょっと扇風機、あ、すいません、ちょっとやっとですね、あのコメントを見れるんですが、どうしましょうかね。コメント。延長お願いしますね。延長。チャンネルじゃないので延長ができないですね。今、一般ユーザーに戻ったので、あの延長がちょっとできないんですよ。延長して徹底議論しない。あのね、キリスト教っていうのは議論じゃないから、議論して論破するとか、そういうことじゃないですよね。蚊に刺された。蚊に刺されたとこ、蚊がいたんだね。いっぱいいた。ああ、ごめんなさいね。さっきのペンちゃん。いや、ごめんなさいってなんで謝ってるのかな。いや、そういう。すごい好きなんで、蚊に刺された。蚊に刺されるの好きだ。うん。ほんと。僕の血で良ければと思う。血で良ければ。イエス様の血が大事なんですね。このイエス様の血によって私たちは罪が許されます、ね、はい、そうですね。でもね、それでもあゆさん私の放送を続けてくれたんでしょ、うん、いや嬉しいですね。あのでもそういうね、あゆさんと考え方は違うのに、あのよく聞いてくれましたね。いや、考え方違うじゃなくて、うん、同じことを言ってるんだけど、同じこと言ってる。そこに気がつかれてないのがちょっと残念です。あ、同じこと言ってる、うん、同じことなんですけど、そうですか。あ、ひだまりさん、ただいま。ただいま。あ、じゃあちょっと明かしする時間ないかもしれません。ちょっと皆さん、あの朝の散歩配信、感想明かしタイム、スタート。ちょっと、あの、途中で放送が途切れてるかもしれませんが。
お疲れ様です。ゆりすけさん。コメントもっと読んで。あ、今、やっと読めるような段階になったんですね。キューちゃん、論破されるの巻。一人枠取ってた。あのね、次は、イエス様が今日の素晴らしい朝をくれました。天から光が降り注ぐ朝になった。アイオーさんを見て、進化論が嘘であるということが分かった。人間の幸せとは、お家で電動が一番。今日はチャースクール休みでしょうか。ごめんなさい、チャースクールがあるんですよね。申し訳ありません。チャースクールがあります。アイオーさんはマイケル・ジャクソンに似てると思った。わあ、そういえば、言われたことある？いや、しょっちゅう言われる。しょっちゅう言われる。日本のマイケル・ジャクソン。そう言われてみたらさ。歌は歌います？え？歌は？うん。歌います？うん。じゃあ、あれですね、マイケル・ジャクソンのモノマネできるかもしれない。それよく言われる。言われる。忙しいから、ね、なかなか、ね。ああ、途中が残念でした。あ、やっぱり途中がダメだったんですね。申し訳ありません。下調べをしないで。何でも行き当たりばったりな。僕が調べてきた。ごめんなさい。爽やかな朝に感謝です。進行と運動は大事ですね。ごめんなさい。またですね、朝配信できる可能性がありますので、まあ、今日はごめんなさい。これで終わりたいと思います。じゃあ一言ちょっと祈ります。いいですか？天国のような、天国に行きたい。綺麗な、朝、綺麗、爽やかな朝のような、天国に行きたい。もっともっと素晴らしい、ところ、神の国に行きたいと思う人。イエス様を信じて、爽やかな人生、爽やかな将来、罪のない世界、悪のない世界、そういう生き方をしたい人、アメン。アメン。イエス様の血によって清くなりたい人、アメン。アメン。あ、持ち込んだ。イエス様、感謝します。今日の放送、感謝します。どうぞ、リスナーの方々を祝福してください。イエス様の皆によって、